はい、皆さんこんにちは、こんばんは、大輔です。今回はですね、ドップラーステージ1やっていこうかなと思うんですけれども、ドップラーステージ1は強化パーツ、ハイパーチップ、強化パーツじゃない、ハイパーチップが取れるので、ハイパーチップを取って、ボス、ドップラーステージ1のボスまで行こうかなと思います。では早速参りましょう。 GO。 アイテム全部あるよね。あるね。6つ。むず。ここで中ボスか？中ボスか？やべ、食らっちまった。食らっちゃったー。これダメなんじゃないか？回復落とせ。回復落としてほしい。回復落とさないか。よし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 。あっ、ナイス。体力マックスのまま行かなきゃいけないからね。あるかな？あった！あったー！やったー！
だっせだっせ、ボスか。なんだったっけ。確かね、この武器。やばいやばいやばい。死んじゃったじゃん。死んじゃったじゃん。死んじゃったじゃん。死んじゃった。こいつ強いよ。こいつ強い。強い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 。だいぶ強い。黙っちゃうよ俺。黙っちゃってる。さっきからすごい黙っちゃってる。すげえ黙っちゃってる。すげえ黙っちゃってる。黙っちゃダメだよ。黙っちゃダメ、黙っちゃダメ。黙りは良くない。黙りは良くない。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、よし。ドップラステージ2も行くか。ビームサーベルゲットできるドップラステージ2行きますか。ゼロチェンジってどこでやるんだっけ。ああ、これね。了解。了解了解了解。敵が強え。敵がすげえ強い。あれ？ゼロに変われない？ああ、変われるね。
あれ登れない。登れた。これでいいんだよね。これで確か良かったはず。これで、やったぜ。やった。これで最強になった。お、避けた避けた避けた。避けるのは効いてない。ここはサンダーが良かった気がする。早く来ないかな。怖いな。周り溶けたから怖いぞ。周り溶けたからな。あ、怖え。このボスの弱点は氷だったっけな。ちょっと HP 回復させていい？ちょっとカットで。よっしゃ、行きましょう。っていうか、サーベル持ってるよね。サーベル持ってるからサーベルでよくね？外れた。ほら、終わっちゃった。はい、今日はこのぐらいにしておきます。ドップラステージ3はね、また次回に、8ボス再戦なのでまた次回にしたいと思います。というわけで、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価低評価
コメントどんどんお待ちしております。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。